はい、皆さん、こんにちは。iPhone にですね、かなりすごいサバイバルゲーム的なやつが、来たらしいので、早速やってみましょう。これですね。来ます。ラジエーションアイランドって読むんですかね。ラジエーションなんで、放射線とか放射物質とか、そういう、お、何これ。ちゃんとね、日本語化されてるゲームなんです。有料なんですけど、300円くらいかな。ただ、本当にすごいらしいんで、あ、なんだこれ。各ね、ゲームメディア絶賛ですよ。これ今日リリースされたんですけど、おお、本当に絵は綺麗ですね。オープニングムービーみたいなやつですね。お、なんか飛んでた。おう、これリアルタイムで描画してんのか、これ。あ、なんか、何これ。なんか船が、戦艦が、ああ、もう始めるか。いきましょう。まあ FPS 視点の操作のゲームなんで、大体ね、モダコンとかああいうのと一緒でしょ。マイクラとか。そうですね。これが視点移動です。あ、振り向いてくださいか。 OK で、画面左下のボタンを使って前方のオブジェクトに向かって歩いてください。行きましょう。結構早いな。パイナップルだ。注意して見ていなければならないステータスは2つあります。ヘルスと空腹。はい、今お腹が空いているのが分かりますね。右側のやつかなですね。お腹が空くとヘルスが徐々に減っていき、お腹がいっぱいだとヘルスが上がるんだ。タップすればヘルスを上げたり、食べ物を食べます。タップして続けてください。パイナップル食べる。 Gather Find food。 持ち物アイコンをタップしてバックパックを開いてください。はい。あ、パイナップル4つもゲットしたんだ。もう一度同じアイテムをタップして食べる。はい、食べ物を食べると空腹レベルが減りました。なるほどね。もう一度バックパックボタンをタップするか、枠の外をタップして持ち物を閉じてください。うん、地面にある八角石と小枝を拾ってください。まあ、こんな感じでですね、この島でサバイバルっていうか、サバイブですね。サバイブしていくゲームです。で、なんかね、マルチとかもあるらしいんですよ。なんか、お、スカベンジャー。スカベンジャーっていうのは死肉食って意味ですね。月にハイライトされた制作ボタンをタップして制作パネル。おお、はい、サバイブするので武器とかも作れます。なので、まあちょっとリアルなマイクラみたいなもんですよね。石の斧、必要なのは小枝と八角石。はい、タップして続ける。これをタップすると作れる。 OK。 ティンカラー、ティンカラー、テイラー、ソルジャーってやつありますよね。なんだっけ、裏切りのサーカスかな。で、閉じる。下にあるクイックスロットバーから必要なアイテムに簡単にアクセス。マイクラと一緒ですね。持ち物を開いてクイックスロットに、それを、ドラッグするんですね、これは。おい、持ち物を閉じて続ける。次に下のスロットバーのこれを装備すると。OK。装備時間がちょっとあるんだな。で、アクションボタンは画面両側にあります。これから起こることによってアイコンが変わり、行うことができるアクションを表示します。デフォルトでは装備した武器を発射します。発射？投げんの？トマホークみたいなこと？ちょっとやってみましょうか。あ、斧、これは振るんですね。アクションを行った時のエナジー消費。あ、斧振ったりアクションするといろいろ減るらしい。やってみます。ブン、金のとこ行けと。ちょっと振るよ、僕は。あ、本当だ、お腹減ってる。結構リアルですね。で、グラフィックね、なかなかですよ。なので、それなりの iPhone の最近のやつじゃないと満足いくように動かないかもしれないですね。で、結構パソコンで僕フォレストとかね、他にもサバイバルゲームちょこちょこやってたんで。おお、木に斧を振ってください。振ります。集めた木は持ち物に入ります。斧を振れば毎回資源が、あ、毎回資源が取れるわけではない。なるほど。あ、ウッズマン、ストラックスとカットダウントリーズ。ただ一回タップするだけで木は取れるんですね。ノートには情報満載。あ、すごい、
ノルマンディ上陸作戦みたい。オーター、オーマハ、オーマハ、ジュノー、ゴー、エンソードみたいな。合ってるかわかんないけど。ノートには情報満載です。エリア地図、サバイバルタスクリスト、パフォーマンスステータス設定があります。タップして続けてください。これか。あ、全体的なステータスを見ることができる。ゲーム中にまだ見ぬストーリーのページをめくることもできます。タップして続ける。これは地図。世界地図と近くの詳しい情報が載ったエリア地図。なるほどね。ページを下にめくって、下にめくる。どういうこと？おお、ペラッとした。エリア地図には近くのものが表示されており、そこに、ウェイポイントを置くことができます。タップして続けてください。設定もあると。なるほどね。OK。あ、UI もカスタマイズできるんだ。いいですね。ソーシャルパネル。ほう。なるほど。ノートに戻る。ノートの周りの何も、あ、閉じる。OK。マークされたエリアではゲーム中にヘルプとヒントが出てきます。出てきたヒントはすべてノートのヘルプセクションでも確認できます。最高。石を取れってことですね。あ、なるほど。島にはど、あ、やべやべ、飛ばしちゃった。やばいぞ。ピントボタンをタップすると近くの動物に視点を固定。へー。その場面で動物をタップしても視点を固定。へー。なんか動いた。なになになに、これか。おー、ほんとだ。ノウサギに視点を固定しています。カメラコントロールを使えばピントを外して動作を継続します。タップして続けてください。動物の狩猟は生き残りに欠かせません。動物によって得られる資源は異なり、動物の行動もまた異なります。次に進んでください。ゲームモード、はい。目的を持ってゲームを体験する方法。生き残るために物を食べ、動物やゾンビ、すげえじゃん。死ねば装備した武器を失い、放射線の危険があります。はい。この決定は変更不可ですが、ノートから異なるゲームモードのプロフィール。なるほどね。OK。じゃあ僕は、サバイバルは何？なるほどね。これ結構ハードコアモードね。探検は多分ハームレスみたいな感じですかね。あ、他のキャラクターは攻撃してこない。危険もない。なるほどね。じゃあちょっと真ん中の多分ノーマルモードでいきましょうか。スタート。あ、もう自由だ。自由だー！ちょっと歩き回ってみましょうか。あ、これ何？石かな？いや、これね、やっぱパソ、あ、なんかあっちやばそう。まあ、パソコン、なんか飛んだぞ今。パソコンのね、サバイバルゲームに比べたらやっぱグラフィックはあれですけども、これね、iPhone でできるのはすごいぞ、本当に。で、結構ちゃんとクラフトとかもね、いろいろあるみたい。何これ？何これ？超意味深。こういうゲームやるとね、僕ミストがすごい好きだったんだよな。まあミストはサバイバルゲームじゃないですけども、多分ね、この動画ご覧になられてる方でミストやったことある方なんてほぼいないと思いますけども、ミストはね、ガチで面白かった。超むずいんですけどね。もう家もあるじゃないですか。だいたい家建てるとこからだと思ったんですけど、あ、ちょっと、これ iPhone6 プラスでも結構操作カクつくな。なになになに、え、攻撃されたの？違うよな。おお、なんだなんだこれ何？おお、いろいろ入ってる。やばいやばい、なんか音がやばい。あ、なるほどね。長押しで全部もらうのかな。これ明らかに攻撃受けてるマーク出てますよね。あ、放射線ってこと？違う、なんかいるってこと？あー、なるほどね。やべえ、こいつ攻めてきてる。やべえ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 、なんでやる気満々かお前。あ、帰れや。よし、帰れ。おとなしく帰れや。できれば戦いたくない私は。平和主義者なんだ。そうも言ってられないようだな。貴様、ああハンター、逃がさんぞ。私に手を出して済むと思うなよ。ちっ、どこ行った、どこ行った、どこ行った、あれ倒したの、あれどっか行っちゃった。何このモード、やばい、ぐるぐるした。
あれさっきのワンコは、ワンコってオオカミですかね。どっか行っちゃいましたね。倒したのかな。倒したのか倒してないのかようわからん。ただすげえなこれ本当に。これはアイテムじゃないの？アイテムじゃないっぽい。じゃあさっきのうちに戻りますか。あんまこのスタート地点から動きたくないですね。え、落ちちゃった結構これあれだな、やっぱちょっと操作に慣れが必要ですね。ただ十分でしょこんなグリグリ動いてたら。すごいよ本当に。これちゃんと全部もらおう。これあ、こうやってもらうの？どうやってもらうんだこれ。長押し？チュートリアルで教わったこと忘れちゃった。はいはい。いやいや、なんかまた攻撃受けそうなんですけど、ちょっとこれ後でちゃんと取り方をまた学ぼう。なんだ、どこに何がいる、どこだ、来たまえ、来てるね超遠くから。ひるまないよ私は。何これ、狼的なやつ、さっき来たやつかな。貴様私と戦おうというのか。容赦しないぞ。先手必勝。あー痛い、やべやべやべ、かなり食らってる、やべ。これもっと近づかないとダメだ。お、勝ったんじゃね。あ、なんか手に入れた。これちゃんと武器も使用するとちゃんと壊れるみたいですね。これ何、このマーク何。やばい、死にそうである、どうしよう。ちょっとヘルプ、死にそうだぞ。どこで直すんだ。ヘルプヘルプヘルプ、わからない。とりあえず食べ物を食えばいいのか。食べ物を食ってみましょう。あ、これじゃない、どこだっけ、下のこれかな、違う。バッグを開いて食べ物を見たいんですけど、持ってないんですか私。あ、落としちゃった。やばい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 、また来てるでしょ。どこ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 、え、どこ来てんのこれ。本当、ちょっと待って、逃げる、無理無理無理、やばい、ちょっと食い物食わないと死んじゃうよ。上にあるかな、なんか人がいるとかなしね、人がいるとかなしね。食い物なさそう。ちょっとここで落ち着いて直そう。あれ、何これ、あ、死んだねこれ。これ死んだわ多分。はい、というわけでかなり序盤も序盤なんですけれども、かなりね、システムはかなりしっかりしてます。このお腹減る要素とかヘルスとかもあるし、あ、武器とか道具、こっちか。うわ、なんかやべえな。で結構この島に謎もありそうなので、普通に、ね、探検するのも楽しいでしょう。っていうか普通にここでサバイブするのも難しいかもしれない。はい、でまだちょっとですね、今日は触れられてないんですけれども、そのマルチ専用のアリーナみたいなものがあって、そこでですね、他の人がいっぱいいる中でサバイバルできるみたいです。でもちろん他の人はね攻撃してくるっぽいので、すごいですねこれ。ただかなりね、ほんとグラフィックすごいので、iPhone5 とか、多分ね、動作要件みたいな、ちゃんと iTunes のページに書いてあると思われますので、ちゃんとそこをチェックしてですね、気になった方購入してみてください。300円ぐらいです、確か。これはすごいよ、本当に。マイクラ好きな人とかもいけんじゃないですか。
はい。というわけで、ちょっと定期的にですね、このゲームやっていきましょうかね。せっかく始めたから。何やらすごそうだし、本当に。はい。というわけで、序盤も序盤なんですけれども、まあ、簡単なご紹介でございました。ちょっとウサギ取るぞ。ウサギ貴様。あ、素手だ。石の斧作ってねえんだ。なるほどね。これ何？ひょうたん？石月。これ、あ、パイナップルか。パイナップル食わないとお腹が減ってるからやばい。食いもんどこだ？やばい。チュートリアルちゃんとやんないと忘れちゃった。あ、パイナップル食べたい。あ、タップして消費か。はい。じゃあちょっとこんな感じでまたちょっと次回やってみましょうか。で、ある程度やったらその、ね、マルチの方もやってみたいですね。はい。というわけで、ラジエーションアイランドでございました。有料アプリですけども、かなり楽しそうなので、気になった方買ってみてはいかがでしょうか。じゃあちょっとまた次回やりますので、さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。